はい、皆さんこんにちは。魔法信じる会です。はい、マジックの話ね、今度もね熱く語ってますね。この時間だけは政治の話をしないっていうんで、皆さんの支持が熱いんじゃないかと思ってますね。でね、今回ちょっと話したいことってのは、夏も帰るじゃないですか。実は僕ね、新しいこと一つ始めようと思ってるんですよ。何、でこれ実はね、ニコニコ生放送ね、ニコニコ動画ね、これに参入していこうと思ってる。すごい。ただすごい量でしょ。そうです、ますます仕事ね。だから今僕のやってる仕事の量を語りながら、なんでそこまでやるかってことね、それについての語り方をしたいと思うんですよ。やっぱり僕らやんない限りは日本はね変わらないと、東京と変わらないっていうのと同じように、日本のマジック業界、世界も変えなきゃいけないことを考えて、まあ啓蒙活動してすごい量やってる。だからこそみんなに手伝ってほしいと、そんなことも含めてね、今現状の、マジックの活動を語りたいと思います。まあニコニコのことも含めてね。はい、そういうことでハリウッドから語ります。もうすぐ日本に帰りますのでね、その時みんなで語りましょうということで、魔法を信じる会です。どうぞよろしく。はい、そうなんですよ。でね、正直言って今最近やってることを言うと、日記は3本上げてます。でレッスンはすごく頻繁に僕はする人間なんだけど、自分から発生させる日記っていうのは、アメブロ、まあ記事の内容は同じなんだけど、ここはね、あと FC2、 あとミキシで、まあ簡単にアメブロだけは写真が見れるって形にしてある。でそれ以外にデイリーキングダムっていうところで、例えば社会的ニュースとかそういうものを、まあ多分間違いなく右寄りの書き方で書いて、これが毎日書いてある。これはね毎日5本入れてんだ。そう、それと同時にあとラジオ、これ毎日アップしてるね。これですね、まさにね。忙しいね、はい、すごいでしょ。でそれ以外に英語の翻訳してもらったやつのオーサリングとか編集をやって、それ以外に新しいマジックを作ってシューティングをして、でそれを DVD に仕上げて、ね、これだけのことをやってて、プラスアルファでまたまたニコニコ生放送とか動画やろうと思って、また足される。そうなの、うん、というのはね、やっぱりその放送をタイムリーに見れたりとか、そういうのが、なんだろう、動画サイトだと DVD でとか YouTube ってことなんだけど、で YouTube でもいいんだけどね、でもやっぱりニコニコと YouTube どっちも見れるような形で、完全な動画として見せたいな。動画で、だからマジックをたまに撮ってってのはさ、みんな DVD になっちゃってお金出さなきゃ見れないで多いでしょ。そうだね、だからそれだったら10分程度のやつを撮って、要するにしかもなんだろうな、プールサイトで語ってもいいし、またはキャッスルのね着工機でもいいから語ってやろうと、ですごい量なんです、本当に。僕はながらが得意で、一度に3つ4つのこと同時やってて、やっぱり今例えば今日も相撲中継と将棋の中継同時に見ながらね、デジタルアップロードとか編集とか全部やってるっていうさ、恐ろしい行動をしてるわけですよ。でなぜそこまでやるかってことをもう一度ねみんなと話したいの。やっぱりというのは、僕らは世界でいろんなマジックを教えたとして、日本人が、案外こらえ性がないなって、我慢が効かないなってことをよく分かってるのね。だから本当に上手くなってプロになって超一流になろうっていうのは弱い。その点ほら、イチローちゃんなんてのはすごいじゃん。42歳になってもさ、全然そういうのは諦めない。で白鵬が言ってた、ね、白鵬がイチローの気持ちがすごくよくあると。っていうのはイチローが4000何百打ったでしょ。そしたらピート・ローズが上から言ってね、でもあんなの日本と合算じゃないかと、ね、なら足して勝つだろうと、いうようななんか意地の悪いこと言ったの。でもイチローはそのところでめげないの、全然ね。で大リーグだけでも3000本安打打つ、もうすぐ、ね、それを見てもう彼の気持ちが分かると、自分もそうだと。で白鵬もさ、それについてさ言わないんだけど、自分も昔の人間にいろいろね言われると、まあ北の富士のことだけどね。でまあ北の富士って僕は大嫌いな、もう昔から知ってるんで、うちの親父の時代にどんなに悪い人間かも知ってるんだ。千代の富士もそうなんだけど、でその北の富士がまあね言ってることは、遠藤が名古屋にタイヤを150キロ持ってきて練習してること目を細めてたの、で負けたらタイヤなんかと練習してからいけないんだ、相撲の練習してるとかさ、言ってることがバカだよ。さっきと全然違う、でそれを言いたいのはどういうことかっていうと、なんでそういうこと言いたいかというと、日本のマジシャンたちもそうじゃないのってこと言いたいの、ね。だからやっぱり自分が行動を見せて、その行動に対してね、言うならいいけど、行動しないで言う人たちが多すぎる、本当に多いと思う。だからアメリカのマジシャンたちってのはさ、行動して言ってるから、だから年を取ってる人もうまいんだよ、やっぱりみんなできるようにしてんの、まあ、つまんない人いるけどね、だけどやっぱりその努力をしてて言えるわけ。努力をしてないと俺にはそんな言う資格がないと、はっきり。だから努力してできなかったら言う資格がないのよ。だから俺はやっぱりまだまだ言うべきだと思うから、努力をして未だに続けてるわけで、最近ミリオカード動画撮ったんだ。でそれ思った、うわやっべ俺下手になってると。やっぱりね、筋肉が落ちちゃう、ね、ていうか30年間やってないから、ということはどういうことか、30年前はミリオンカードとかさ、ビリヤードボールの四つ玉とか得意だったよ。
だけどやっぱりあの自分がステージに立ってやるってこともしないでしょ、クローズアップでやっぱシュートがいたしね。そうなっちゃうとミリオンカード自体も持ってないの、うん、これでも無理じゃん、うんうん、だから練習っていう形のものを考えた時に、ああこれ練習やっぱりさ一からし直さないとダメだなと。ただリクエストに応えて、とりあえず最初のね、うん、1枚カード出しのとこだけ撮ったけど、うん、やっぱりもっと上手いの見せなきゃいけない。でこれはね夏に収録しようと思ってる、日本でねミリオンカードできること一緒に、うん、まあでもねそんな感じでね、やっぱりやるんだったら実際にやってみせろと、下手であろうと何であろうと見せろという形のことを言いたいのね。だからやる、うん、だからニコニコ動画なんかだったら、またはニコニコ生放送だったらタイムリーでそういうのをみんなのねやつできるし、であのそういうあの生放送なんかだったらもうみんながそういうふうに言った内容をそのまま要するにあのできるじゃん、うん、だからこれからその放送を考えて、ニコ生ちゃんと実際ねあの真剣に考えてみようかなと思ってる。すごいな、うん、まあやってみなきゃいけない。だからますます自分の首を絞めるけど、実際に外で例えば自分が活動して仕事をするバージョンってのはどんどん減ってきてるわけだから、やっぱそういうことしなきゃいけない。で課金システムと無課金ってのはあるけど、やっぱりそれはどっかで何か考えて会員用にするのかどうにするのか、それは YouTube でやるのか分かんないけど、価値を持ってほしいので、だから一番いいのはどこも無課金するのはみんなキングダムとか MOJ の会員になってくれたら無課金すればいいじゃない。でマジックもいろいろね、最近 の新しいものから古い、ね、名作までどん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 アップロードして、それで意識的にみんなが上手くなってほしい、ね、だからこれでいいっていうのはないはずなんだよ。だからこれでいいんじゃいけなくて、ある程度も言っちゃったらその次のステップ行かないと、いつまで経ったってね、あのなんだろう、本当に他のジャンルに勝てるマジシャンにはならないって感じかな、うん、まあだから白鵬が言ったね、あの要するにさ、大鵬抜いちゃって何抜いちゃってもう何で目標がなくなってモチベーションが下がったと、うんうん、でも次は自分は戦勝があるからね、あのまたはさ最高勝率とかさ勝数とかあるからそれに向ける。でも一郎さんすごいと、目標ないでしょっての42歳で、それなんであんな風にモチベーション維持できるの。確かにすごいね、うん、で僕は一郎君のねわがままのところもよく知ってて、いろいろあれなんだけれども、やっぱすごいと思う。だから人間ってやっぱり欠点もあるし、強すぎるところとかさ、いろんなことって批判されることもあるけど、実績を見せてる人は違うじゃん。で青山茂原さんなんかもあのよく考えてよくやってる人だけど、やっぱりエネルギー問題に関してはエゴがある、あの人はね。あの何がエゴかって言ったら、自分がメタンハイドレートってのを調べて、うん、要するにあの日本海にいっぱいあることを知ったと。だからその採掘を東京都じゃないや日本と一緒にね、うん、やって韓国に渡さないようにして日本の利益って自分の利益にしようと思ったんだけど、国が動いてくれない、だからお金なくなっちゃったんだよ、破綻寸前ぐらい、うんうん、だけどやっぱりさそういうね、あとも行動動いてて、確かにメタンハイドレートの問題ってのはちょっと問題があって、あの俺的にはあれなんだけど、やっぱりあの人の行動してることとかそれ実際にしてるわけで、うんうん、やっぱりあのなんだろうな、うん、やっぱり認めざるを得ないぐらい頑張ってるわけよ、うん、だからね、あと2分なんでみんなに言いたいんだけど、あのこれからのマジシャンたちはマジックをやったがために親が、ああ残念がっかり、これでうちの子たちは貧乏のまま一生終わるなんて言われないようにしなきゃいけない、必ずね。あのやっぱり自分たちがマジシャンっていうのを通ったとしたら、そこから成功するような例を作んなきゃいけないし、お金とか地位とか名声とか、そのためにはマジックは人を騙すもんだとか、そんなことを考えちゃ絶対ダメだし、ね、トリックっていうところから何か抜け出さなきゃいけないのよ。ね、それを考えて今年の夏は行ってね、みんなと一緒に自分がどれだけ動けるかってことを見せようかなと思ってるんです、うん、やっぱり青山茂原さんがあんだけできるんだから俺より少し上だしね、むち打ちやっちゃって頚椎のさあれやっちゃって、それでも、まあ、こう事故起こしちゃったけど選挙スタートの時にで、あんだけ頑張ってできたってところを見て声も出なくなって、それを見たら俺たち頑張らなきゃいけないでしょ、ね、だから政治家をバカにする人たちは政治家ぐらいに努力してるけど、俺政治家はどれだけ努力してるか知ってんだ俺実は、ね、だけどマスコミとかそういうのは悪く言ったりお金の使い方とか言ってるけど、正当にやってても言われるの、うん、だからあの政治家を批判するんだったらそれは政治家は有名人がいいよ、まあ、そういうマンシャンがいたとしたら、マンシャンが自分が何をやってどういう努力をしてるかじゃなかったら、マンシャンをマンシャンが批判しできないし、あと若手のマンシャンが簡単マンシャンになったりとかさ、今のマンシャンはって言ってもダメ、うん、やっぱりいろんなことをちゃんと考えた上でその自分の道ってことをやってほしいなと思いますが、どうでしょうかみゆちゃん。そうですね、うん、30秒ぐらい喋るよみゆちゃん。はい、そうか、みゆちゃんってさ、うん、終わり10秒ぐらいから熱っぽくかかってるから、いや、なんかさ、うん、話すタイミングがずっとなくてさ、ようやく喋れる時がその終わり頃になっちゃう、うん、でも今ないんでしょ。今はそう、聞き役に回ってて、はい、それでもいいですね、まあ、とにかくあの今年の夏ね、たくさんマジックやりますから、でいろんなところであって
もうあの俺ね、マル秘情報いっぱい知ってるんで、ね、真実をいっぱい語りたい、いろんな世界のマル秘情報ね、はい、ということで、お楽しみいただけたでしょうか、またニコニコ楽しみにしてください。さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。